ああ、すごい戦いだったな。お前はもう先に行け。深く考えるな、あいつらの思うツボだ。愛のためにすべきこと。上にいるあいつ、傲慢で独りよがりで冷酷、それが彼女だ。全ての始まりは彼女からだった。俺だって閉じ込められたんだ。お前は彼女が仕掛けるショーを見るだろう。高潔で自己犠牲のショー。でも実際は散らかしたものを片付けようとしているだけなんだ。覚えておけ。彼女は君を混乱させるつもりだ。その声を聞いてはダメだ。心で怒りを感じ、直感を信じる。ここはお前にふさわしくない。彼女を蹴飛ばしといてくれ。ついてきて。全ては間違いだったのよ。独房、拘束、ガーディアン。でもやり直すことができる。あなたは私の世界に行けないけど、ここで自由になれる。よく見て、ここで暮らせるのよ。すべて面倒を見る。私の世界のことを話しましょう。あなたの世界のことも。ここは楽しめるところよ。ここにいて。なぜ行ってしまうの？何が不満なの？どうしても行きたいなら、他に選択肢はないの。なぜ私を避けるの？どうしてこの条件を飲まないの？あなたは分かっていない。私しかいないのよ。これはあなたが自ら招いた結果よ。とどまりなさい。そんなに難しいことだった。あなたは全てを台無しにしてしまった。ご覧なさい。
そんなに頑固なの。戻ればいいのよ。そうよ、そうしましょう。倒せば私が正しいってことをあなたは理解する。なんて傲慢な。あなたのせい。私はあなたを傷つけたから、でも仕方ない。何回倒せば私が正しいってことをあなたは理解する。戻る。そんなに難しいことだった。あなたは全てを台無しにしてしまった。ご覧なさい。あなたのせい。私はあなたを傷つけたじゃない。でも仕方ない。どれほどの犠牲を払ったあなた分かっていない。そんなことやめて、今すぐに。あなたがもたらしたのは破棄。
毒房から出る方法を教えたの。今となっては私ができることはあなたを毒房に送り返す。いい加減にして。倒せば、こんなに私を痛めつけるなんて、手段を選ばないつもりね。毒房から出る方法を教えたのに、今となっては私ができることはあなたを毒房に送り返すことだけ。なんて無駄な。苦しんでまで出ていく価値はあるの？こんなにも多くの死を招いても。私が間違っていた。
あなたには鎖と電気ショックがお似合いよ。私は信じる者すべてを守るためにここにいる。聞かなければ説得できないわ。他に方法はないわよ。までしなきゃいけないなんてひどい人。あなたはとても猛烈、とても傲慢な人ね。ワッフォー。彼女に勝利の喜びを与えないでくれ。自己満足でいっぱいの笑みが目に見えるようだ。その笑みを消し去れ。どうしてそんなに頑固なの？戻ればいいのよ。そうよ、そうしましょう。大全体、他に私にどうしてほしいの？
犠牲を払った。あなた分かっていない。やめて、今すぐに。あなたがもたらしたのは破壊だけ。いい加減にして。なんて無駄な。あなたがもたらしたのは、これほど苦しんでまで出ていく価値はあるの？こんなにも多くの死を招いても。ここまでしなきゃいけないなんてひどい人。あなたはとても猛烈、とても傲慢な人ね。このこと、一生悔やむことになるわよ。お前がやれるとは、よくやった。前の戦いの後躊躇していなかったか？お前ら人間ときたらなぜ躊躇するのか理解できん。
なかなかだった。期待できる。